米大リーグ地区シリーズロイヤルズ、ヤンキース、10日、米ミズーリ州カンザスシティカウフマンスタジアム、アリーグ地区シリーズ第4戦の6回裏に、ヤンキースとロイヤルズの両軍選手がグラウンドに飛び出し、あわや乱闘というシーンがあった。野軍が3対0とリードして迎えた6回のロ軍の攻撃、無視から右前アンダで出塁したガルシアを一塁に置いて、 マッシーの打球は一塁手、バーティーの正面へ。補給したバーティーは一塁を踏んでから二塁へ送球。二塁はタッチプレーとなったが、一塁走者ガルシアもアウトで併殺となった。だが、ここで三塁手、チザムがガルシアの走塁について不満があったか、何事か言葉を交わしたことをきっかけに、両軍ベンチ、 ブルペン人がグラウンド上に飛び出してきて一触即発の雰囲気となった。試合は西無双者から再開したが、そこからマウンド上のコールが連続超短打を許して1点を与えた。6回を終了して3対1と、野軍のリードは2点となった。